マクシム・アレクサンドロビッチ・ベンゲーロフは、シベリアのノボシビルスク出身のロシアのバイオリニスト、指揮者。ユダヤ系で、イスラエル在住。5歳から、ガリーナ・トゥルチャニノーバに支持した。その後、伝説的なバイオリン教師、ザハール・ブロンに支持し、わずか10歳で、ポーランドのリピンスキ・ビエニアフスキ、国際コンクールジュニア部門で優勝。その後、モスクワやレニングラードで外線コンサートを行い、 まもなく、ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団や、BBC フィルハーモニック、ソビエト国立公共楽団と共演した。1995年に、プロコフィエフとショスタコービチのバイオリン競争曲の CD により、グラモフォン賞の年間最優秀賞と、競争曲部門最優秀賞に輝き、グラミー賞にもノミネートされた。1997年には、アメリカ合衆国各地で、 花々しい演奏活動に取り組む。現在はロンドンで王立音楽アカデミーの客員教授を務めている。使用楽器は1727年製のストラディバリウス、クロイツェル、クリスティーズの競売にかけられたところをチェスキーナ、長江洋子の援助を受け購入する。華麗な技巧と豊かな表現性のバイオリン演奏は人気を博したが2008年から 四季の勉学に専念するため演奏活動の休止を宣言した。2011年から再びバイオリンの演奏活動を開始し、2012年2月にはロンドンの王立音楽アカデミーの教授に就任した。94万7500ポンドで落札、マキシム・ベンレーロフ、自身の母国語とも言うべきバイオリンを置く、と語るタイ。 タイムズ紙2008年4月5日の記事 http://www.lam.ac.uk スラッシュ m e n u h i n p r o f e s o r o f m u s i c h a t h t t p w w w l a m a c u k スラッシュありがとうございます。